ルイの暗殺、ルイドルレアン、または、ルイドバロワは、百年戦争期のフランスバロワ朝の王族。フランス王シャルル5世と王妃、ジャンヌドブルボンの子で、シャルル6世の弟。トゥーレーヌ公、オルレアン公、バロワ博、ブロワ博、ペリゴール博、ドルー博、ルクセンブルク公、アングレーム博、ソワソン博。バロワオルレアン家の祖で、ルイ十二世の祖父。 フランスは一世の祖祖父であり、息子二人と娘一人を通じて、バロア朝後期のフランス王六人の共通の先祖である。兄シャルル六世がおじ三人と、母方のおじのブルボンコールイ二世に政治を任せていた。状況を変えるため兄に申請を進め、1388年に、おじたちが遠ざけられ申請が開始されると、翌1389年に、 兄の顧問会議に出席して政治に関与し始めた。ところが、1392年に、兄が、精神異常のため政務が不可能となるとおじたちが吹き、接触権と外交をめぐってゴータン公と対立した。また、義子で、王妃イザボード・バビエールと不倫の関係を持ったことで、人望を失った。オルレアン公とゴータン公は、外交で衝突、ミラノコージャンガレアッツオビスコンティの娘。 バランティーヌをめとっていたオルレアン公はジェノバ遠征を企んだがフランドル博でもありジェノバと通商関係にあったゴータン公が介入を阻止した。教会大分裂でもローマ教皇庁支持のゴータン公に対しオルレアン公はアビニョン教皇庁を支持1400年にローマ王ベンツェルが排位されるとゴータン公はビッテルスバッハ家出身の新たなローマ王ループレヒトを支持したが オルレアン公は、ベンチェル支持というように、二人はことごとく対立した。内政でも二人は、中央政府に、自派の役人を送り込んで、勢力拡大に、奔走。1401年には、両者が、パリ周辺に軍勢を呼び寄せ激突寸前に至り、イザボーやベリー公、ブルボンコーラ王族の圧戦で、和睦、かろうじて内乱は回避された。しかし、オルレアン公は、 シャルル6世の命令で政治から遠ざけられたため、巻き返しを図り、イングランドの戦争を考え、軍資金を名目にした徴税を自分の懐に入れようとくわって、ゴータン公が徴税に反対したため対立は継続された。それでも、武力衝突は避けられていたが、1404年にゴータン公が死去、息子のジャン1世が、ブルゴーニュ行為を継ぐと、 オルレアン公はこの重帝とも対立していった。1405年6月、カレーを包囲したムコア公の援助要求を拒否したことから、7月にムコア公がパリへ軍勢を引いて接近、恐れをなした。オルレアン公は、イザボーと、お祈る王太子らを連れて、ムランへ逃亡。王太子がムコア公に奪われてもムランに止まったが、ベリー公が再度朝廷に動き10月にムコア公とは僕して、 イザボーと共にパリへ戻った。だが、裏ではベリー公を味方につけ、ムコア公の配下を政府から追い出し自派の配下に入れ替えて、宮廷の支持者拡大に努めたため、ムコア公の怒りを増大させた。1407年11月23日、ムコア公の配下の者たちによってパリの街頭で暗殺された。ムコア公が暗殺を実行した理由は、 政府がオルレアン公に掌握される状況に焦りを感じたからとされている。ムコア公は自己弁護でうまく追求を交わし、1408年にシャルル6世から赦免されたばかりか、1409年には王大使の貢献人として政府の実権を握るまでになった。だが、これにオルレアン公の維持シャルルとベリー公らが反発、1410年に アルマニアック派くベルナール・ナラセイなどを加えた、アルマニアック派を形成して、向こうはコーラ・ブルゴーニュ派と全面衝突していった。1389年、ミラノ・コージャンガレ・アッツ・オビス・コンティとバロワケ出身のおば、イザベルの娘で重子にあたるバランティーヌと結婚した。二人の間には旧子が生まれた。また、マルグリット・ダンギャンとの間に、ショシジャンド・デュノワをもうけた。清水。 P62P69 カルメット P91P94 キド P81 P91P92 佐藤 P100P101 P108P109 清水 P69P72 カルメット P94P95 P118 キド P92P93 PN58 佐藤 P109P110 P112P113、清水 P72P75、P79P86、カルメット P118P132、木戸 P93P98、佐藤 P113P118。ありがとうございます。